ということで、はいはい、バック財布チェック2日目、はい、2回目です、はい、もしかしたら、出来次第ではメンバーシップになる。じゃあ、畑くんから行こうか、はい、行きましょうか。そうね、マジ俺、ガッサガサ見ていい、はい、全部見ていいね。あ、いいっすよしよしよし。これさっきゲットしたやつ。そうです、さっきゲットしたやつ、はい、これね、ちなみに恭平くんから新品もらったさ。あ、そうね、ちっちゃすぎて、もうざっと出しますね、とりあえず。まずはバッターだよね、はい、このバッターね、あー面白くない。はい、ボツ。じゃあ見ていきます。小切れやね、アンカーの充電器ね。これ充電器、アンカーのね、うん、あの、うん、俺営業部長さんと知り合いになった時、うん、あのこれコンセント付きでめっちゃいい。おー、いいね、それめっちゃいいっすね。なんか携帯1回分、ありがとう、おめでとうございます。4000円ぐらい、交換修正4000円ぐらいです、これ。めっちゃいい、これ。あの、こないだアンカーのお偉いさんにやったけど、めっちゃあの、うん、いつもありがとうございますって言ってくれた。へぇ、お仕事もね、何回かしたっすもんね。そうそうそう、お仕事でもした、ね、めっちゃいい、アンカーいいね。いい、俺の充電器もほぼアンカーやけどね。へぇ、そうだ、急速充電もいいっすもんね。IVS という企業のがめっちゃ集まる会議にこの間俺も行ってきたさ、うん、その時にいろんな企業さんがいろいろうちを知ってくれとった、ファミマの偉い人とか、いっぱいなんか声かけてくれた。それを思い出しました。はい、次見ます。次、はい、これ日向さんのサインやろ、とどっこさんのサイン、あ、どっこさん、あ、と、すごい、園田さんと松ヶ瀬さんと丸子さんのサイン、これ全部麻雀プロね、はい、アベマズの日向さん、どっぽさん、これどっぽさん、はい、どっぽさん、これは麻雀王国の社長、うん、これはそのけんさん、おお、卓上の魔術師やん、うん、そのけんさんめっちゃ面白いもんね。でもあのインタビューめっちゃ喋るもんね。なごーなさ、インタビューの M リーグのインタビューの、あとトランプクソ弱い。真ん中の人は松田さんか、料理がお上手ね、うん、料理が上手だ。またいくら付けで最近やってる。マルコちゃん、はい、マルコちゃんバタイ可愛いかけんね。可愛いかね。マルコちゃんね、マジね、映像で見るね、58倍可愛い。めちゃくちゃ。ちっちゃくてめちゃくちゃ可愛くていいと。はい。これ目薬。目薬です。はい、でこれが薬入れ。何の薬が入ってるの？ね、薬って言ってもあれやな、まあ、サプリ的な。サプリ。サプリとか、はい、あのそういうサプリ的なものがいろいろ。まあ、お口のケアです。なんでなんでこれは、これリップクリームですね。あ、あげる。なんで、これ、あ、結構古い方の、はい、古いエアポッツですね。エアポッツね。で、それが名刺入れ。名刺見るの面白いっすよ。見ていい、はい、見ちゃいかんとないね、多分。ハタの、うん、ハタの、うん、あ、釣岡ステッカー配れるかなと。名刺入れいらんくないこれ。ほとんど入っとないよ。折り曲がっけんね。お、なんかこれ、漫画家、漫画家の人でさえ。へぇ、坂本さん、友達の坂下さんと釜焼きパンチさん。釜焼きパンチ、はい、誰、これも漫画家さんです。へぇ、漫画家の知り合いが多い。 VTuber のナナシンクっていうところの水原泉でしょ。この人も麻雀が好き。ジュン、まあ、これ村上さん、ジュンや、おー、ジュンや。村上さん、あ、あの、エブリーガーの、あの、ズンタンって呼ばれた人ね。はいはいはい、めっちゃいい人らしい、俺会ったことないけど。エントの木、木らしい。え、じゃあ食べれるやん。すごい、ね、Mリーガー VTuber 関係が多いね。そうですね。へー、あと漫画家。ちょ、財布チェック。そうですね、こっから財布。おー、はい、ポーターですよ、ポーターね、はい、初めて聞いた。ポーター、なんと、ウトカ家分からん。ポーター知ってる人、ポーターはみんな知っとるやん。初めて聞いた。うわ、いっぱい買っちゃう。ちょ、待って、お金からね、1万円かい。1万円しか入ってない。小銭、小銭もね、1円玉とかがいいね。で、領収書、領収書はこの間まだ おにぎり、はいはいはい、なんで領収書1個しかないと。ね、俺ね、実は個人事業主になってまして、はいはい、あの、領収書を月ごとにね、全部分けて。社長さんですよ。これは面白いね。あれ、俺が外部委託で仕事を発注して受注してる関係、はい、親会社、子会社的な、はい、仕事もらってる側。そう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 、ちゃんとしてね。税金が下がるけんね。給料で上げやったら、給料で上げやったら税金いっぱい払うわけ。お、個人事業主になって外部委託ですね。おお、そう、すごいね。でもやっぱ自分でやるようになっても、本当になんかこれもやんないとあれもやんないと、大変やろ。本当に大変じゃん。すげえ大変。
だけ領収書を月ごとにこうまとめてしようってね、マジでめんどくさい。結構面白そうだけど、異常が入ってる、はい、そこはですね、なんかいろいろ。これはなんかお守り、うん、なんかどっかで多分引いたおみくじやったと思うけど、なんかなんでみんな絆創膏持っとくの？絆創膏はなんかいつもカーレーの名刺、これ何？これなんか一心タンスケっていうあのタンのお店で、なんかニューエラっぽく作りましたっつってなんかもらったりする、ニューエラかと思ったんだよ。ニューエラかと思いますこれはそれは、髪の毛切るところ、佐賀県の、はい、はじめちゃんところの整骨院、新旧整骨院。これ、潰れ近くのお店潰れたけど、スイーツのお店で、めちゃくちゃいいやん、これ、はい、レアカード、これ。なんこれ、なんか魚田っていう、なんか明太くら卵丼、なんかね、福岡にあるお店で、びっくりマシーで、大盛りなくなった。あ、これ片方なんかどっかに結んでこい、あ、なるほどね、っていうあれで、なんか親にもらいました、親に早く見つけろってこれを財布に入れとけって言われて、ハーレーハーレー、はい、ハーレーね。これコンタクト、コンタクトレンズ、あ、それ、あ、それ、あ、見られちゃう、あー、まずい、あなんでまずいとこでチェキが入ってる、チェキが、チェキ、うん、チェキ、ちょっと待って、シールから見ていこう、はい、これ写していいの、いいです、あイノスケ、ゴテンクス、おお、ピッコロ、それ多分遊戯王、遊戯王知らん、俺もわかんないですよ、何何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 何どういうこと？見せるよ。特徴。あの、なんていうの、あの、な、何喫茶やったっけ、あそこ。アイドル喫茶。喫茶みたいなところ行って、なんかチェキを取りますよって、はいはいはい、なぜか女子を取らずに、特徴を取って、なんか書いてって言ったら書く。はいはいはい。なんでいっぱい出たねって、わけがわかんない一回あのメンバー全員で行った時ね、メンバー全員でアイドル喫茶行ったすごい、さくらちゃんとバラエかわいかった、そうね、マジそう、本物のアイドルで夜中ぐらいかわいかった、サダイスこれ、洋次郎ちゃんまとってこれなんか高そうなお店の、あ、ここ美味しかったお店、高そうなお店、なんかね、あの海鮮が、はい、美味しかったです。じゃあ、あと見ていくよ、免許証、保険証、ポンタカード、あ、もうそこはもう、なんもね、うん、で、穴のブラックカードですよ、穴のブラックカードあげる、ブラックカードスリグのポイント、ブラックカードですよ、おい、文字で副銀キャッシュカード、プラチナ、プラチナ、詐銀キャッシュカード、久々見たこれ俺も副銀に変えた、副銀に変えたけん、ちょっと歯医者さん、穴のマイレージと、うん、アパカードと、お、久しぶり見たこれも、ケースゴルフガーデンと、富士カントリー、ゴルフね、ゴルフの、はい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 、と、ポイントカードと、大したことはなくて、はい、カードは、ね、あ、もう面白く、うん、面白いの、終わりおー、面白かったでも、面白かね、あ、面白か、面白か、どうする宗男くんだけ面白くないの、ほんとよなんもないよ見てみよう、じゃあ片付けます、はい、じゃあ僕はあの面白さよりもあのこちら荒川のバッグです、はい、はい、今回出ましたリュックとね、いいね、出ましたんで、かっこいい、はい、出ましたんで出るのか、うん、今出る、じゃあ置いてください、あ、そうだ、はいはい、守らないでください、くよ、もう俺全部勝手にするけど文句なし、はい、文句なしね、はい、こっちバック警察やけど、うわぁ、なんか、なんだあれは、なんか変な道具があるぞ、こういうところに余計なのが入ってる、バック警察室、おぉ500円、はい、面白くないな、なんかボツやだこれ、一つずつ見ていきます、ダメだダメダメダメ、領収書、あー、ガソリン入れと1万円も入れた、うわぁ、入れすぎよ、盛り上げてあげよって、ありがとうあの、コウタ君にやとかもいいで、これが、これ1500円くらいで買ったやつやもんね、イヤホン、そうそうそう、なんかアマゾンとかで買った、めっちゃ安くて、めっちゃいい、普通やったら8000円くらいやって、6000円か8000円かするやつを、なんかめっちゃ安いのがアイコスね、
アイコス一応ね、うん、これはモバイルバッテリーね。ほう、これ多分あのバス釣りとかボートでするときにこうやって携帯で動画撮りますからね。おー、便利。でこれあれですね、見るときもですね、うん、これ見てくださいダバンティです。あ、そっか、お隣さんにもいただいたやつやね、はい、ダバンティです。ダバンティロンド、かっこいい、かっこよさ。スーパーハードスプレーもっちゃ、いや今日のじゃあこのピッて上の方もそれで、これもう今日はもう寝癖寝癖すごい、ようわからん。あのこのシューってするやつね、はい、これもあの案件でさせていただいて、身だしなみ系が多いね。で、これがそれはあの皮膚の、あ、そうね、薬ね、薬ね、大体さ下痢止め急にかけね。これは、はあの手荒れの薬ね。これ結構胸足いつも飲みようとして、ニンニク食ったらすぐこういう飲みじゃん。で、500円ね、じゃあ財布いくよ。これいくらした、ちなみに。7万。7万の財布。何の顔ですか。わにわにあげる。あこれでも絶対ケツポケットに入れるタイプやん、胸よし。いや、あのカードなんか、カードというかポイントカードとかが入りすぎて形がちょっと崩れる。わかるわ、崩れるのを質感さ。ハタハタントとか、俺にとってハタントとかピシャイしたよ。俺のも、俺もなんかほら、結構ちゃんと綺麗にした、うん、これもうね、7、8年使っとっけ、うん、俺もこれ、基本釣りおか、あの、髪見に行った時から使ってる。へ、俺もそんくらい、うん、ヘビ側？ワニ側？ワニ側で、基本ワニ側かヘビ側どっちか基本、はい、基本ですよ、それがずっと、ずっと、うわ、もう見る気もなくなってきたいっぱいしたね。さあ、お金チェックから。おお、たまたまですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、一番持ったんやん、14番。うわ、いい。これ理由が一つあります。一つしかなかんの、はい、あの、陽来氏が財布を忘れることがあるあるある。だからメンバー分を僕が代わりに払うことも多々ある。あるあるある。代わりに払って、じゃあ解散でもよかった。そう、立て替えるね、立て替える、うんうん、ことがあるので、そう、ご飯代とか船代とかドリフトの時も大体ブレオがね、ドリフトの受付費とかで、後で返すと、うんうん、よく見るよく見るやろ、よく見る。じゃあ領収書、うん、じゃん、なんだモスバーガー、1150円、はい、いいね、領収書あるのいいね、生活が見られて。あとは面白いな、かもだー、全部が面白いって。次、モス1700円。めっちゃ行くじゃないですか、モス。インド料理レストラン、あー、ムネオそういうの好きやね。テイクアウト用ガソリン8000円。これな、あ、フェイス、これパチンコ会員カード、これパチンコ会員カード、これパチンコ好きで、ナフコ、これ見たことは、これビバホームやね、見たことあるもん。マルキン、こういうは何の免許、コストコ、さあ来ました、レシート。これが面白いんです。ガソリン7000円、だいたい7000円いるね。タックルベリー釣り具屋さん、あ、OSG さん、OSG さんはあの塗装が得意です。得意です。こういうはちょっとあの住民票のなんちゃら。はい、出ました、パチンコ屋さん。はい、そして皆さんポイントはブラックカードです。皆さん、これキャスティング、釣り子多いな。ハンドボール協会の理事長、ね、成田商店、着物屋さんの社長。なんでこれは北海道かな。北海道ね、北海道ですね。で、今度はゴルフファイブの店長、はい、店長、ああ、店長さんですね。もうこれもううんざりすいっぱい。はい、じゃあ次。うわー、いっぱい出てきた。クリームスタンド、モフ、あアイスクリームスタンド、あモフね、この前行った、いっぱい、はい、あのこれ、宣伝用に配るように、あ、あげるあげる、ああ、ありがとうございます。ファミリーマート、パリパリ バニラ丸、450円。ドラッグストア森、販売店員木村。あの薬系全部見るよ、ほんと。クレジットカード2500円、これはドラッグストア森。最終居酒屋さんも見られて大丈夫ですか。いや、そうです。全然ない。めちゃくちゃ居酒屋食っといやこれ。2万4000円分食ってます。いや、おお、結構食ったね。結構食ったね。岡山、ああ、この前行った時ですね。食ったっけ。
ドリフトのあれで。そうそう、あーそっかそっか、岡国行った時ですね。そっかそっか、で結構会社が払うやつだ建て替えてる会社がさっき言ってた建て替え。なるほど、それは元カンマね、お金ね。カードカード、お土産買ってます、きび団子。おお、いいね。きび団子買いましたね。ベタやな。多用線とこい、もうこれまた7000円ガソリン入れてます。これも7000円ガソリン入れてます。セブンイレブンです。また今度3500円燃料入れてます。1万円ガソリン入れてます。ドリフトやろうね。9000円ガソリン入れてます。ガソリンが木の熊カンツリークラブ13,700円。はい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 、はい、先週一緒に行ったやつかな。一緒いたね。でこれもガソリンです。6万円払っております。おお、あ、建て替えました。これ会社のカードです。なるほど、建て替えじゃなくて会社のカード、フェリー代6万円。この時の島、俺財布忘れたとやろうね。あそりゃもっと頑張れ、十何万ね。これもアイスクリーム、これ領収書もらっとけ、建て替えも。うんうんうん、これはおるけど。ドラッグストアね。でこれ抽選券ね。はいはいはい、はい、これ姉ちゃんの子供たちが声に命かけたの。びっくり焼きのポイント、印鑑証明、ドコモの名刺、謎のカード、レミディアタンやね。ゼロから、リゼロ、リゼロです。あ、リゼロ、はい、リゼロか。面白いのはもうないですね。でもちょっとびっくり焼き亭のね、たまりすぎポイントやろ。ポイントね。おい、栗焼き使ってない。これ炭やね。キャベツとね、辛味で作るやん。もう面白いのないです。あとはさっきの個人情報系のカードが。あー、なるほど。自分で見つけてくると、あともう免許とか保険証とかそんな感じ、うんうん、いよいよ一本入ってたね。どう、こうちゃん、どう、2日目佐賀屋から行ける、メンバーシップ。こうちゃんさんのカバンはホテル。いや、俺は大丈夫。こうちゃん持ってきて。いやいや、俺は大丈夫。なんで持ってきて。マジで俺大丈夫。なんでなんで。何の入っとくか分からんもんな。悪いのは入っとらんけど。悪いのは入っとらんけど。こうちゃんとか取ってきて。できる、できる、できる。よから。じゃあ持ってく、車に持ってきて、持ってきて。はい、こうちゃん。はい。これよ、見るね。結構入ってますね。これ、稲葉さんからもらったパーリーゲートの。そうそう、去年の誕生日。めっちゃハゲてる。P と L と Y がもう。こうちゃん、こうちゃんもマジで全部見るよ。いいよいいよいいよ。とりあえずこのさ、タオルだけ取ってくれ。これ新品。あ、新品。新品だ。だいたいこうちゃんのタオル取ろうとしたら、ちょくちょく。汗でね。マジで。じゃあひっくり返すよ。いいよ。マジ文句なしで。はい。何でも見るよ。いいよいいよいいよ。うわー。なんか、タバコが、タバコ。なんか、おいと一緒やん。俺、こうちゃんさん、やばか。初めて見た。やば、俺もこうちゃんの財布初めて見た。あ、そう？そがん出しよらんおかね。いや、俺初めて見た。これ初めて見た。いつも持っとるよ。初めて見た。うわ、名刺なんすかそれ。名刺ね、唐揚げしよった時にめちゃくちゃあるけん。じゃあ見ていくよ。まず仕事道具を。あれ、ほんとだ。あーあーあー、バジった。なんでそこであるの。まず窃盗です。やめて。まず窃盗やめて。食べて。マグカフェ。釣りとか行った時に言い訳を聞こう。釣りとか俺いろいろついていくやん。その時にパッて書いた時にポンって書いたんです。セットしたわけね。カバンにポイってね。はい、次、紅茶には欠かせないものです。はい、箸。箸、おー、大事、大事、大事、マジ大事。そしてこれがアラカティ。はい、はい、この件があるね。ヨーラインからもらったやつね。これはなんで？なんかこれ。あ、頭痛薬ですね。CMC ミコでは。あ、こっちが頭痛薬かな。こっち。薬。おしゃ。こっちはもうブラック状態になって。ラシカット。カットカットカット。P にしとこう。はい、これ。これ一応。メジコン。何やったっけ？咳止め。あ、咳止め。あ、片方咳止めだ。ちょっとマイコプラズマにかかったっけ。給与給与名だ。給与名だ。ダメダメ。だいぶ前やつね。だいぶ前のが入れっぱなっちゃうのね。メガネとか。え、このゴミにもないやろ。おや、中志。こう、俺さんから出る。こっちから出る。これもう見て。メガネ、メガネがもう、もう、もう。指紋だらけ。これもうかけても見えんよ、逆に。やばかった、これ。ちょっとかけてみてください。いや、これちっちゃなったっちゃう。あら、エチケットができてますね。これは当然ですか、これ。当然です、これ。タバコ吸う者にとって人として、そう、エチケットは当然だね。はい、はい、食料。以上。
の感情じゃないですか。おいと一緒だったね。いや、これマジでよかったね。ドライソー。いざというと、はい、食料。非常食アメちゃん。ここもタバコのカス。これは何？これあの汗かくやん俺。だけシーブリッジ的な。これ口からパクったら痛いやんじゃん。はい、水筒です。これはうちの備品の、ライターをパクっております。まず2つセット、はい、これ2セット1 犯罪の香りすっただけやけども懲役6年ちょっとやめてよもう。あ、ペンとかあるって、これ絶対キャバクラにもらってアンジュって書いちゃうよ。あ、いやスナックやね。スナックスナックスナックこれはこれを G ショック G もう電池なくなったよ。あ、そう、動かんごとなっとか、2本これもこれこの前買ってもらったよ。オンラインに買ってもらった。これかっこよかもんね。いや、なんかあの仕事でみんな G ショックもらったやん、メンバー、はい、メンバーだけもらっとったらかわいそうかけ裏方にも買った全員買った買ってもらった。これは取ったやつじゃない。これはね、あの、恐喝これ俺から恐喝したやつこいつな、これ悪いやつはこっち。あ、これでも髪耳にサティでパクったやつやない。しかも一番ありそうな中学生ぐらいの時に質情報クイズじゃん。こっちはちょっとブラックね。これもう見られ、こっちあ、それもね、お薬薬がなんでオーバー作ったの。子供がおるけんね。あ、お薬ね。嫁がね、このピンクカドに入れとっさ。いや、おいピンク嫌がってんなって言ったら、じゃあ罪状が違法薬物取締役窃盗、窃盗、スナック、強化交換です。関係あるし。あ、これ胸を章。あ、サングラス、うん、あ、なんやったっけ胸を章。ゴルフ？いや、釣りの時に貝を釣った人がなんかの企画で、そうそうそう、賞を、はい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 、で、胸を賞でもらったやつをよく使ってます。はい、じゃあ、次、もう、いや、受けとっけね。これもう面影、もう開ける気がする。ビトンですね。いや、俺ビトンの財布罰。別に大したと入ってないよ。1これはもうちょっと今日嫁に渡さんばいです。さあ、し、なんでみんなお金持っとったらとりあえず言い訳する。やるやろ。食費6万。それ変なことなかろうもんね。スナックまこと。大丈夫。あ、この前だけ言ったよ。俺に言ったあの居酒屋で知り合った。なんで俺ば巻き込む。居酒屋で知り合った初めて知り合った人と。2人で飲み行ったさ。居酒屋行って隣の人と仲良くなって飲み行ったよね。57歳の人と仲良くなって、はい、こちら釣り具のポイントですが、ランキングは低いです。だからメンバーとの格差ですね。メンバーはもうブラックやけん。で、これもう、4人とも持ってました。富士カントリークラブ。おなんか言うそうしとんね。ああ、それはあの東海オンエアに あのね、虫くんが、東海の虫くんが、佐賀で食った肉が一番うまかったって動画で言ったけ、ね、大量に送りつけてやったら、わざわざ動画出してくれて、その手配をこうちゃんがしてくれました。こうちゃんが知り合いやけん、そこの肉屋さんと、大量に送ってやったもんね。大量に送った。定期的に送ってやろうと思って。海進丸、はい、はい、よく行くとこ。飲んだら電話、青空運転台。あー、吉川のお客さんの町議会議員、はい、俺も知ってる。ああ、この人めちゃくちゃお金持ちの人やね。そう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 、言っていいのかな。井出解体の社長。うーん、だけキッチンカー関係で死ぬほど名刺もらうけんね。そう、これでも なくなった方って言ったら失礼かわって。運転代行、面白いのだけって言っていくね。あ、喫煙、ああ、これね、これは、あ、はいはいはい、お金持ち。これもお金持ち。これテレフォンカード。自衛隊テレフォンカードです。この前ヘリコプターに乗せてもらったんですよ。これもテレフォンカード。久しぶりだ、テレフォンカード。テレフォンカード若い人知らんやろうね。で、ダイワの人ね。ダイワの人と、もはや餌、あ、ステッカー。これは会社の社長ね、どっかのフェニーチェね。あ、フェニーチェ、あのたこ焼き、たこ焼きの。これも代表取締役、はい、これトイザラス子供用。めっちゃポイント貯まってる。なんか面白いのなさそうだな。面白いのはないと思うよ。
ポイントか。結構真面目なバッグと財布やき。ここだけ。いや、財布大根多いな。だいたいめくるとき、ベリベリってなる。使ってない。まだ半分。そこカードやばいな。重友木の名刺やん、これ。あ、その下、中川森幸やったね。あ、クレイヤの。これ、じゃあ言うよ。プレイヤーの社長、クラスメイト、地元の後輩ただもう、そう宗谷くんの同級生、ね、よく海鮮丼屋でよね。週に2回ぐらい海鮮丼屋来てくれるね。なんか社長の名刺ばっかりやん、アンニーさん。社長の名刺バラやんやん。そうね、これも社長。社長、これほら、ベリ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 社長、店長、ベリベリ店長、代表社長、スナック社長、ママママキラ社員、ママ所長、支店長、営業部長、進路指導部、あ、高校、これキッチンカー高校に出した時、あ、なるほど、社長、課長、コーチ、専務、編集長、大学広報担当、係長、副支配人、社長、市長、船長、店長、じゃあ行くよ、みんなでやるよ、やるよ、いいね、誰が強いかね、ここもうモザイクやろ、ここモザイクやろ、行くよ、じゃあ行きます、はい、俺は広報担当、はいはいはい。じゃあそこで船長かな。あー、船長やったら勝てんな。次宗男くんの番。じゃあ編集長強いな。編集長、あー、まあ編、まあ、じゃあ俺は市長でいくぞ。市長最強だよ。市長か。今投げてしまったから誰だ。一番弱いのが広報担当権、俺か。はい、次。じゃあ俺行くよ。広報担当、副支配人、もう俺店長、俺係長、副支配人やけ。俺が広報担当。俺、何これ。もうじゃあ俺広報担当。いけ、取締役専務。うわー、強い。これただのお店のカードで、副支配人。うわ、2人の勝ち。やった、市長カードついた。市長最強やろ。最強カード、1000円。優秀賞面白そう。いや、面白くない。1600円高速代、176円。なんやろそれ。1万8000円使ってます。はい、郵便局。仕事を言ってくれたんじゃない。3000円。ああ、なんか5000円、ガソリン。ああ。じゃあみんなが持ってる名刺で対決する。みんなが持ってる、ヨーライのすごそうなのでおい、多分バタイ強いおい、なまず基本下が社長から、ね、ああ、そうやね、そうやね、そっからやけね。ホリエモンとか出てくるけど。強すぎる。本当よね。ホリエモンカードとか持っといよ。すげえ。終わりです。はい、でも釣り横入ってからのだけやけどね、これ。ね。やばいぐらいもらう。もうみんなで来て、やっぱもう。これ家もすごいもん、名刺の数、ね。じゃあ、名刺自慢しやは、旗とかも独自でなんか持ってそうやん。あ、強いカード。あるのかな。なんか視聴者さんがびっくりするような名刺を発表しよう。何がびっくりするのかな。あの名刺のクリアファイルみたいなのがあるんですよ。うんうん、はいはい。あ、うん、はい。あれに、あの、うちにあるやつね、うん、ちょっとすげえなと思ったのが、ブワーって、ジャッカル。ジャッカル。みんなくれるけ。あー、そっかそっか。ずーっとジャッカルっていう。俺、思い出したけど、最強カード持っとった。多分よ、うん、記憶が正しければ、安倍総理持っとった。確か安倍総理のカード持ってる。最強やな。多分ね。ジョイの勝ちでよか。勝ちで。みんながカード出しまくっても。
安倍首相は俺もトランプボタンかなトランプボタンかなトランプボタンかなってトランプボタンかなって最強た胸をや最強や最強た何で俺のもあるんだよ分からない胸をからもらったんじゃないよ俺ということでした。以上です。ありがとうございました。もう一回助けるかね。大変怖いよだったご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣岡プロデュースの海鮮丼屋ゴルフスタジオ営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。